蛇そのものの正中線。この土牛が作られたのは、今から3500年ほど前の縄文後期、人型装飾付き、池井中高土期が作られた時期より300年ほど前のことだと思われる。出土地の旧南か矢部町は、亀ヶ丘文化の圏内だが、亀ヶ丘文化が交流するすぐ前の時期である。 元より北海道からは、社交機土偶の出土例は確認されていないが、亀ヶ丘文化の代表作とも言える、社交機土偶とは打って変わって、この土偶の造形はシンプルであり、表面に施された図柄もスッキリしている。